人生は祭りだわしょい。こんにちは、しまこです。こんばんはです。今ね、富山市民芸術創造センターにいます。これからケーブルのロケです。待ってる時に場所間違えてて違うところで待機してて気づいてようやくたどり着いたんですけど、間に合ってよかった。写真はい、撮れたよ。あ、どうす、音前出た方がいいですか。はい、電気も使った方がいいですか。はい、チーズ。めちゃくちゃ格好してない。いいです。めちゃくちゃ格好入ってない。格好入ってない。胃がん。胃がんも胃がんにしても青いぞ。覚えてない。はい、ということでですね、今、ケーブルテレビの、富山スポーツ応援バラエティリーリーリーの収録をしてきたんですが、オランジェプールの皆さんと、アランマーレ富山の応援の、やり方を教えてもらいながら、結構体力、よし、大変でしたけれども、いろいろ、ディフェンス、これディフェンスって、この、ディフェンスって言ってたとき、ディフェンスって言ってるの、実は私、試合見に行ったときに何て言ってるか分からなくて、リーベって、何のことかなと思ってたんだけど、今日初めてディフェンスって言ってたそうですね。一つ勉強になりました。ディフェンスってか、ディフェンスってこうと、あとは、なんだっけ、アランマーレでしょ。で、あとは、応援の時、回す、のびちゃんが応援団長やってて、で、リーリーリーのメンバーの竹内めいちゃんが考えた、考案した、あれなんだけど、タオルかなんか持って、回す、ポンポン、回す、ポンポン、上下、パン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 、上下、パン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 、っていうのはね、教わってやってきました。でね、のびちゃんがね、タオル、去年バージョンのこのアランマーレのタオルをくれたんですよね。めっちゃいい匂いするんですよね。めちゃくちゃいい匂いするんだけど、これいただいて、せっかく覚えたのをすぐやりたいなと思うんだけど、ホーム戦次来年だそうで、来年まで覚えている、いな、いるか、リリーの、YouTube の番組の方で、今日の模様がね、公開されるので、その時に、その動画を見てもらえれば、また思い出せるかなと思って、私も自分でまた見てね、思い出そうと思っておりますということで、オランジュピュールの可愛くてね、本当にね、かっこいい、可愛さとかっこよさを合わせ持つ素敵な、ユニットの皆さん、うん、アランマーレのかっこいいオランジュピュール、ぜひね、皆さんね、楽しみにしてみてもらいながら、一緒に応援できたらなと思っております。はい、ということで、富山スポーツ応援バラエティリーリーリーに、公式チャンネルがありますので、そちらの方で今日のね、私と伊藤ちゃんがね、のびちゃんと、竹内めいちゃんに教えてもらいながら、こうやっているのがね、出てくると思いますので、また上がったら、
また動画公開されたら、Twitter、X ですね。X などで公開しますので、見てもらえたらと思います。では、今、クレハなので、高岡まで安全運転で帰りたいと思います。それじゃあ、今日もありがとう。人生は祭りだ。わっしょーい。バイバーイ。はい。着替えてしまいました。今から帰りたいと思うんですが、一つね、のびちゃんから言われたんだけど、しまこさんのファンの方に、声かけられたって言われました。のびちゃんがね、産業展示館っていうところでイベントした時に、しまこさんのファンの方が、しまこのファンですって言って、お世話になってますって言って、のびちゃんに挨拶してくださったみたいで、のびちゃんがね、そう、ファンの方に声かけられましたよっていうふうに言われててね。いやー、ありがとうございますっていう感じでね、話をしてました。はい。もう、あ、でね、すごい、すごい、礼儀の正しい、すごくいいファンの方ですねって言って、のびちゃんが褒めてくれてました。すごい、ファンの方、ちゃんとされてますね。なんて言ったかな？すごいファンの方、いい人ですねって言って、すごい、いいファンの方に、がいるんですね、っていう風に、お褒めいただきましたので、この場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございます。バイバーイ。ハッピーただいま。ハッピーただいま。はいはい。ただいまちゃん。はい、ただいまー。昨日すき焼きをしたんですけど、あと、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ肉が残ってるので、あと、野菜とかがまだちょっと残ってるので、これで、すき焼き丼作ろうと思います。はい、できましたー。じゃーん、すき焼き丼でーす。フライパンで作りました。いただきまーす。じゃあ、いただきまーす。ハッピーいただきます。ハッピー。ハッピー。ピーちゃん。いただきまーす。ああ、今日はほんと体力勝負だった。オランジピュールのみんなが、13歳から、中学校生、高校生で、それに合わせてこうやってたから。もう、息切れました。いただきまーす。いやー。うん。うん。でも本当に、リーリーリーのメンバーも、カメラマンさんも、ディレクターさんも皆さん、本当にあったかく優しいので、本当恵まれてるなと思います。本当私全然できなかったり結構わざとできないふりしてる風に思われたりするんですけど、めっちゃ真剣にやってるんで、逆に本当申し訳なくて落ち込みがちな時もあるんですけど、でも本当ごめんなさいっていう気持ちもありつつ、でも皆さんがね、フォローしてくださるんで、そう、本当一生懸命やってて、自分って本当なんかできないなってなんかね、本当できることとできないことが人間あると思うけど、振れ幅が本当すごくて、本当できることもほんのちょっぴりで、そのできないことの運動神経とか、ダンスのリズム感とか、この振り付けのかっこよさみたいなのって本当抜け落ちてんなーって本当に思います、ね。でも、それでも
こういうことがない限り、実際やってみるって、あ、自分ちょっと恥ずかしくて難しいとか、自分は苦手ですって言って敬遠してるた人生だったんですけど、こういう風に収録とかね、ロケとかで実際もう、絶対的にやらざるを得ない状況になってくると、下手くそなりにもやるじゃないですか。だから、新たな経験はさせてもらってるなぁと思ってますね。うん。そう、40代にして、もう新たなね、うん、みんな娘ぐらいの、ね、娘ぐらいのみんな年の子たちにね、うん、もう、あ、そう、お母さんしっかりしてよっていうふうに、ね、そんな感じでね、思われているくらいだと思うんですけれども、うん、こういう経験できるのはありがたいし、やっぱいつもね、収録終わった後帰り道とか、なんかね、意欲が湧いてくるというか、あ、よし、あれもやろう、これもやろうとか、どんどん新しい曲作ろうとか、そっちが大きいかな。帰り道になんか元気になってるから、よし、曲を作ろう、歌をいっぱい作ろうって、やっぱり私、歌を作りたいとか、そういう風にね、エネルギーとか意欲を、もらっているんですよね。ありがたいなと思います。ということで、すき焼き丼いただきます。わーい。黒毛和牛です。ありがたいや。美味しい。甘辛いタレがしみしみ。美味しい。やばい。ご飯とさ、すき焼きのタレ、相性抜群だよね。お肉。では明日実は6時起きかな。で、7時には家を出なくてはいけないのでね、お風呂に入って早めに眠りたいと思います。ということで、本当にお疲れ様でした。皆さん今日もお疲れ様、最高最善で、人生いろいろありますけれども、最高最善で今この瞬間がね、すべて、いただいているありがたい時間だなと思います。どんな時もね。では、今日もありがとう。